相変わらず脅すばかりで、具体的なことはろくに教えちゃくれない。どいつもこいつも俺を喋る動物かなんかだと思ってるみたいだ。無理やり連れてきたくせに。くそ、出るんじゃなかった。部屋に戻ろう。俺はただ帰りたかった。ダナに、ふるさとに。アルフェン、ネビ、アルフェン。あ、生きて。ダメだ、ネビリ。俺は、待ってくれ、俺は。あれからどれだけ経ったんだ。そうだ、シオン。夢じゃなかった。ここは、みんなは、とにかくみんなを探さないと。
進む。行き切った。くらえ。いくら一人だからってあんなの相手にらしくないよ。生きているようだな。大丈夫かね。ああ。とにかく無事でよかったよ。アルフェンが最後だったから。この先にティスビムって村があるんだ。ロート来たらもそこにいるよ。ここはどこなんだ。ガナスハロス、ボルラーンの国だよ。くしくも敵地に流れ着いたというわけだ。この際運がいいと思うべきだろうな。運、シオンを助けるにはってこと。シオン、あ、そうだ。ねえ、本当に大丈夫？なんか変だよ。どうやらお疲れのようだ。話の続きは村でしよう。作法が過ぎるな。私が止めるよ。やるぞ。まだ終わらないよ。やる。
相手も術を使うか。そっちは私に任せて。これまでの戦いが実を結んだな。ダナの村なんだけど、スルドの支配を受けていないんだよ。逃げ出した人たちがこっそり作った村なんだって。この辺りはさ、はぐれズーグルの縄張りがたくさんあるから、その隙間にうまく作ったみたい。でもそのせいですごい警戒されちゃってさ。それでキサラとローは説得のために残ったんだ。そういえばアルフェン、仮面が全部取れたよね。ああ、通覚も戻っているようだが、関係あるのかね。そうなの？だから多分。アルフェン大丈夫かな。今は憶測を巡らせるのがよかろう。私がいるの？アルフェン、よかった、無事だったんだな。住民は我々がスルドの手先でないと納得したかね。ああ、どうにかな。船が沈んだ時はどうなるかと思ったが、これで全員揃ったな。うん、シオンを助けに行けるね。その前に話しておきたいことがある。俺の記憶が戻った。それで何を思い出したんだ。今話さないといけないことなのか。慌てるな、ロー。俺はかつてレネギスにいたんだ。聞こう。さらわれたんだ、ダナから。帰りたければ協力しろと言われた。帰りたい一心で俺は応じた。
その結果、俺は王になった。スルドブリガを勝ち抜いたというのか、ダナの君が。そうじゃない。おかしな施設で実験台にされただけだ。他にも何人かいたが、皆死んだ。残ったのは俺だけだった。無論本当の王様じゃない。それどころか奴隷以下の扱いだったよ。俺が生きていられたのは、ただ王の力を身につけることができたからに過ぎない。アウメドラの船で君に浮かんだ紋章は紛れもなく王のものだった。なるほどな。炎の剣も時折見せた妙な力も皆王であったがゆえか。だが何のためにレナ人たちはお前にそんなことをしたのだ。王の力とは何なのだ。奨励の儀という儀式に必要だと言われたよ。そのための力の使い方を教えられた。だが儀式そのものが何のためなのかは分からずじまいだった。けどそのレネギスにいたってことはやっぱりシオンと会っていたんだな。あ、ほら出会う前から見覚えがあったって言ってたろ。でもシオンは違うって言ってたはずだよ。レネギスで会ったのはシオンじゃない、ネビリだ。奨励の儀で王と対になる巫女に選ばれたレナ人、夢に出てきたのは彼女だったんだ。巫女？それは。それじゃあそのネウリーって人がシオンと同じ顔をしてたってことか。一体どういう関係なんだ。ネウリーの仮名はアイメリスだ。アイメリス、シオン・アイメリス。親戚か何かってことか。それともまさか姉妹。どうかな。とにかくあれはネウリだった。彼女が俺に仮面をかぶせた。あの仮面か。何のために。俺の心が壊れるのを防ぐためだ。俺がレネギスの人々の命を奪ったから。命をって、反抗して戦ったのか。君の言う奨励の儀と関係があるのか。わからない。ただ儀式の目的が何だったにせよ、それはうまくいかなかったんだ。儀式の最中に俺の意識は途切れた。気がついた時にはレネギスは火に包まれていて、目の前でネビリが泣いていた。何人手にかけたか見当もつかない。だが下手なスルドよりも少ないってことはないだろう。そんな話を信じろっていうのかよ。オーダのレネギスタの、いくらなんでも無理がありすぎるぜ。どうかな。古い記録によれば、その昔レネギスそのものが反壊するほどの恐るべき災厄があったという。その再建には多大な時と労力を要したとも。昔とは。スルドブリガは愚か、我々レナがダナに到来するよりさらに前、300年以上前のことだ。300って、
なんだよそれ。そうか、俺は大昔の人間か。うすうすそんな気はしていたよ。アルフェン、傑作だな。故郷に帰りたい一心で自分をさらった相手に協力した挙句大勢死なせて、それも忘れてようやく思い出した時には300年が過ぎていたときた。理不尽と戦ってきたつもりの俺自身の手が誰よりも汚れていたんだ。よせアルフェン。正直どこまで理解できているのか自信はない。だがお前は今混乱している。キサラ、今のお前には時間が必要だと思う。事実を受け止め整理する時間が、おそらく私たちにも。けどシオンは。シオンのことも心配だが、今のアルフェンはまともに戦えるように見えない。敵はあのボルランだ。挑むなら万全で臨むべきだ。それまではこの村にとどまろう。皆もそれでいいか。一人で考えるのもいいが、私たちでよければ相談に乗ろう。どれだけ辛くともお前は一人ではない。すまない。よし、ではひとまず解散だ。俺は今の俺に戦う資格が、シオンを助けに行く資格があるのか。みんなはどう思っているんだ。君からの驚きは尽きることがないな。望んでそうしているわけじゃない。失敬した。だが私としてはまだ確かめたいことが山ほどある。今のところ新たな情報は新たな謎を浮かび上がらせるばかりで、真相は一向に見えてこない。君の力の由来は分かったが、なぜダナである君と今のレナの王の紋章が同じなのだ。君がダナであることには何かしらの意味があったようだ。それに巫女だ。王の対というからにはこれもまた何か力を持つのだろうが、そのような存在を私は聞いたことがない。つまるところ300年前と今とで王とは同じものを指しているのか、それとも違うのか。私はレナとしては異端かもしれないが、それでもレナの社会で生まれ育ち、周囲と同じ事実を信じて生きてきた。それが急速に崩れていくのを感じている。なら
もう一つ思い出したことがある。奨励の儀の場にはレナス・アルマがあった。確かか。そう呼ばれるものに俺は触れた。あんたが言うのと同じものかはわからないが。私も実物を見たことはない。しかし君は鋭ブリガを経ておらず、レナ人ですらない。300年の間に何があったのだ。300年経ったというのは間違いないんだな。記録からの推測でしかないがね。とはいえ符合する事実は多い。俺は何者なんだろう。率直に言わせてもらえば、この際そこはあまり重要ではあるまい。それが何を意味しているのかに比べれば。手厳しいな。個人の干渉に割いている余裕はお互いないものと思うが、死なせた数で張り合うつもりもないが、君とてまだすべきことはあるはずだ。あんたなりの気遣いと思っておくよ。邪魔したな。礼なら不要だ。君が早く立ち直ってくれれば、それだけ早く出立できるのだからな。